今回はソフビヒーロー従前戦隊恐竜ジャー2から恐竜ゴールドをご紹介したいと思います。パッケージはこんな感じになってます。キャッチコピーは雷鳴の勇者恐竜ゴールド剣山。ウッチーは割と序盤の方で登場してますので、ソフビヒーロー化されてやっとという感じですね。裏はこんな感じで、上には、ゴールドの説明が入っています。では早速中を開けていきたいと思います。ラムネとゴールドが1体入ってます。今回、ウッチーも初めてソフビを買ったことになるんですけど、なかなかいいですね。ウッチーはね、他の戦士と違って相当デザインが変わってるんですよね。ウッチー独特のデザインがよくできていると思います。塗装もそれなりによくできてますね。シルバーとブルーの部分はメタリック塗装になってるんで、特にブルーがよく光に反射して綺麗に見えますね。可動範囲は他のソフビシリーズと同じ腕と腰が動きます。ウッチーも後ろはかなりスッキリした感じですね。この羽が特徴的なんで、この羽の部分だけでもいいんで塗ってくれれば、ね、もっと良かったんですけどね。これがガブリチェンジャーなんですけど、ほぼゴールドで一色で塗られちゃってます。取っ手の部分だけがブルーですね。逆にこれ全部ブルーで塗ってくれた方が良かったような気がするんですけどね。肩から肘にかけての模様とか色は結構よくできているんじゃないかなと思いますね。胸のマークもちゃんとプテラゴードンが描かれてます。ということで、ソフビヒーローの従前戦隊恐竜ジャー2から2番恐竜ゴールドをご紹介しました。こちらのゴールドも、今回のシリーズでぜひ買っておきたい一体ですね。